こんにちは、スタルケルです。ということで、はい、ランダムブースターボリューム18をね、とりあえず6個買ってきたので、まあというかね、お店的に3個しか買えないところでして、まあ3個3個っていう感じなんですけど、ということで6個買ってきたので、早速開けていきたいと思います。やっぱりね、ネイキッドスプリガンだよね。いや、このネイキッドスプリガンパラドックスもね、めっちゃ楽しみだし、まあ、個人的にはこの緑のね、ドレッドバハムート、もうね、すごい楽しみなところなんですけど、はい、それでは早速開けていきたいと思います。さてさてね、一つ目ですからね、一つ目は何が当たるんでしょうか。ていうかね、6個ってね、やっぱちょっと少なすぎますよね。まず8種類なのにね、8種類なのに6個っていう、まず全部当たらないよねっていう。はい、それではまず、はい、オッケー、シールは見えてないですね。さて、パーツが4つですね。いや、自分何に何が入ってるかとか全然見てないのでわからないんですよね。ネイキッドスプリガンにパラドックスとか。おぉ、ちょっと待って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 、ということは、ということは、ということは来たやーば、ちょっと1個目からネイキッドスプリガン来てしまいましたね。いや、めちゃくちゃかっこいい。これなんだこれ。え、マジでかっこよすぎないか。やばい。で、これがディスクなんですよね。裏表にもできるっていうやつなんですよね。こういう感じで。うわ、すげえ。で、この、これどうやってはめるんだ。こうかな。こうか。この上向きのやつがこのネイキッドスプリガン専用なんですよね。うわ、やっぱめっちゃかっこいい。そしてドライバー。はい、開けていきましょう。ほんとドライバー開けにくいのよね。どうにかしてほしいね。はい。で、ドライバーがオービットメタルと。はい、それではちょっとやっていきましょう。あ、左回転か。そうなんだ。はい。ネイキッドスプリガンパラドックスオービットメタル。すげえ、めっちゃかっこいいじゃん、この、ね、スプリガンもいいし、このネイキッドもね、面白いよね。パラドックスも。はい。じゃあ、後でシール貼って見ていきましょう。いや、1個目からちょっとね、レア枠当たるって、ちょっと幸先良すぎますね。めっちゃ、いいね、今回。さてさて。あ、このね、ポイズンもかっこいいよね、ポイズンドラゴン。色的に。なんかフリーザみたいですよね。はい。開けていきますと。さて。何が入っているのか。おっと、今回は3つかな。はい。それではディスクから見ていきましょう。ディスクは何が入っているのかというと、スティング。お、スティングということはもうあれだな。知ってるぞ。マグネシステムでしょ。きたうわ、真っ白。驚く白さ。驚くほどの白さですね。ドラグーンビクトリー。きた。で、真ん中がメタルなんだね。やっぱり。おー、すごい。でもマグネシステムないんだよね。はい。うわー、すごい。エボリューション。驚きの白さだね、これ。いや、軽い、めっちゃ。いや、すごい。めっちゃ白い。はい。白い、もうこの背景とだって同化してるもん。同化しても見えないでしょ。どこにね、ドラグーンビクトリーがあるかわかんないでしょ、これだと。手ぐらい白いね。すげえ、めっちゃ綺麗。この白スティングもなんか珍しくていいですね。で、あとでこれもシール貼っていきましょう。そして3つ目。
いやいい、待って、今のところレア枠1、2当たってんじゃん。すげえ、ちょっともういいね、うん、開けなくていいかも、もう。すげえ。いやー、それでは開けていきましょう。3つ目何が入っているのか。 OK、 シールは見えない。4つですね、また、うん、何だろう。いやーね、かぶってほしくないな、うん、じゃあ、このディスク、フレームかな、どっちかから開けていきましょう。おっと、ターンが出ました。オレンジのターンってなんだ、オレンジのターンって何に入ってるんだ。そしてゼロ、いいね、ゼロ。はい、そしてドライバーが、あ、ライズですね。なんだこれ、何色だろう。じゃん、赤。あ、来た、ネイキッド、やった、赤ネイキッドだ。ネイキッドロンギネス1000。うわ、赤ネイキッドめっちゃかっこいいじゃん、これね。え、よくない、赤ネイキッド。うん、で、こうやってネイキッドロンギネス、ゼロターン、ライズ持ってないから嬉しいな。うん、はい、それでは次行きましょう。4つ目開けていきましょう。ピッと、はい、ピッ。さて、今度何が入っているのでしょうか。さて、シールはどっちだ、これはこっちでいいのかな。 OK、 危ねー。はい、それでは3つ、あ、なんかもうドライバーがちょっとボルカニックラッシュっぽい形してるぞ。ボルカニックラッシュっぽい形をしているぞ、これ。まさかボルカニックラッシュなのか。まさかボルカニックラッシュめっちゃかっこいいな、この動画のやつ。うん、ってことはあれだな、白ってことは。はい、で、切れる。うん、で、最後ケースが、じゃん、ポイズン。いや、めっちゃかっこいい。はい、めっちゃかっこいいね。うん、はい、開けにくい。どこだ、これか。やばい、なにこの色、めちゃくちゃかっこいいんだけど。めちゃくちゃかっこいいんだけど、なにこれ。これにボルカニックダッシュでしょ、めっちゃいいじゃんこれ。はい、あ、めっちゃいい。うん、いや、このドラゴンもな、かっこいいよね。うん、シルバーに紫っていう。はい、ということで次5箱目。いや、今んところかぶりないですね。1234、うん、あとこの1234ですね。いや、このドレッドバハムート欲しいね。うん、パラドックスもあるからね。うん、ディスクがパラドックスだからな。その色違いパラドックスも欲しいな。さて、シールは OK ですね。それでは開けていきましょう。4つ、4つだけど何が入っているんでしょう。じゃあ、なんかフレームかディスクっぽい。これで、待てよ、この形的に。お、あ、マジパラドックス、しかも黒ってことは、そうだよね、やっぱり。きた、ドレッドバハムート。やーばー、めっちゃ嬉しいんだけど。え、もう欲しいの全部当たった。うん、めっちゃ嬉しい。これが、あ、これってどうつけるのが正解なんだろう。なんかあるのかな、うん、ちょっと後で説明書見よう。多分スッとはまるのがあるんだろうね。いいのかな。はい、そしてドライバー、いや、ドライバーが本当に開きにくい、怖い。プラスチックを切っちゃわないかが怖い。さて、チョキチョキと。これなんだっけ、あ、ライズか、あ、ライズじゃない、リボルブか。あ、え、めっちゃいい色なんだけど、このリボルブ。何この、抹茶みたいな、しかもラメ入ってるし、綺麗、めっちゃ綺麗。
え、このね、ドレッド、バハムートもめっちゃ綺麗だね。うん。あ、これ上できないんだよね、そういえば。うん。で、ネイキッドだけなんだよね、これが。上で装着できるのが。他のレイヤー、ベースは、こういう下で、これディスクやんなきゃないんだよね、そういえば。さて、これをはめまして。あ、めっちゃ緩い。めっちゃ緩い。前のバハムートめっちゃ硬かったのに。うん。はい、こういう感じですね。いや、めっちゃいいな、これ。よし。じゃあ、ラスト。ラスト開けていきましょう。ラストね、どれがいいかな。うん。これどっちかですね。イレーズ・バハムートか、ヘブン・ジョーカーかな、これは。うん。どっちかがいいな。うん。さてさてさて。何が当たるのでしょうか。うん。あ、ネイキッドのゴールドターボだね、やっぱり。じゃん、お、何このボール、めっちゃ綺麗なんだけど。ってことはあいつですね。うん。まあいいけどな、こいつでも、うん、全然いいけどな。ダブルを、はい、そしてチャージ。このチャージの色って、あのドラゴンのチャージの色と違うのかなね、どうなんですかね。はい、ドラゴンのね、チャージ持ってないからわかんないんだよね。はい、じゃーん、ドラシエル。はい。いいね。うん。ドラシエルフォートレス。いや、この、青いいね。うん、普通に綺麗。うん。よし、じゃあこれも。軽い、やっぱり。うん。これ系ね、バトルで使いたいけどね、ちょっとやっぱり、うん、キビいよね。塗装めっちゃ綺麗。え、塗装だよね、これ。成型色？多分塗装だよね、この色的に。うん、はい。いや、めっちゃ綺麗。最高だね。あ、じゃあシール貼っていきたいと思います。ということで、シールを貼ったので見ていきましょう。まずはネイキッドスプリガン。いや、このね、ゴールドがね、めちゃくちゃいいですね。うん。いや、青が綺麗。で、このパラドックスの色もね、いいよね。このエメラルドグリーンみたいな。うん。はい、美しいですね。うん。で、次、ネイキッド、ロンギヌス。はい。いや、この、色もいいですよね。赤とオレンジっていうね。うん。そして、ドラグーン、ビクトリー。いや、これ、シール貼るとやっぱ全然違いますね。めちゃくちゃかっこいい、これ。うん。いや、使いたいけどね、こういうのバトルで。うん。で、次、ドラシエル、フォートレス。いや、これもまた、メタリックが輝いててね、めっちゃかっこいいんですよ。うん、で、このウォールとチャージもね、めっちゃ色合ってて、かっこいいですね。うん。はい、そして、ポイズンドラゴン。はい、これシールなしですね。うん。いや、この紫に、この透明の、これがね、めっちゃかっこいいですね。うん。そして、ドレッドファブニル。はい。いや、この緑と黒の組み合わせね、めっちゃかっこいい。ただね、ロックゆるゆるなんですけどね。うん、いや、これ、リボルブがゆるいのか、それとも、ファブニルがゆるいのか。どうなんですかね。はい。ということでね、うん、また、後で、なんか、それぞれ、なんか、強いカスタムがあったら、はい、紹介していきたいなと思うので、動画で。はい。ということで、はい、今回、ランダムブースター6個買ったら、こういう感じでしたね。うん、あと当たってないのが、これかな。ヘブンジョーカー G グラビティオペレートと、あ、これが GO なのか。うん、GO 手に入るのいいですね。で、これがイレイズバハムートワンダッシュスターゼータダッシュ。あ、ゼータダッシュもいいね。うん。はい、ってことですね。まあ、でも自分はもう十分かな。結構このね、3、4、5、6って当たればいいかな。うん。はい。いや、でもこのジョーカーもかっこいいよね。うん。っていう感じですかね。はい。ってことで、はい、皆さんもどうだったでしょうか？ランダムブースター買った方。うん。どういう感じになりましたでしょうか？もう自分はもうめちゃくちゃもう大満足ですね。うん。いや、前回もね、めっちゃいい当たりだったんですよね。なんかめっちゃランダムブースターは運がいいのかな？はい。まあ、ゴールドターボは当たらなかったんですけど、こういう感じでした。はい。以上、スタルケルでした。